最後までヒヤヒヤです。はいどうも、メントスコアと名乗る者でございます。本日もね、 DeNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうには思います。いやー、昨日ね、本当にまあ絶好と言いますか、もう本当に勝利をね、連勝を止めてしまったという感じだったんですけども、本日の試合勝っていきたいという試合結果を申しますとね、6対4でね、見事勝つことができました。もう先発もね、しっかり抜きさんがね、試合を作ってくれて、ホームランも3本飛び出して、打線もね、効率よく点数を取ることができた。いや、本当にいい試合だったのではないでしょうか。ということでね、これでね、きっちりと2位キープ、借金返済ね、またイーブンに戻しましたし、これでね、なんとね、好調ベイスターズオールスター前に5カード連続の勝ち越しというところになりましたので、非常に乗ってきたなという感じの印象は見受けられます。ということでね、いつも通りね、選手たちの活躍というものを見ていきたいなというふうには思います。選手たちの活躍の方はこんな風になっております。はい、まあ本当に打線で、ね、効率よく点数取りましたよね。まあちょっとね、まあいただきたい攻撃というか、まあ2回はね、ノーアウト1塁2塁の場面で、なぜかね、山田選手にバントをさせ、ミレイ選手が三振をし、森選手敬遠でピッチャーの勝負という場面もあって、なぜかね、ちょっとバントさせたいっていう場面もあって、ちょっと石膏打攻撃というのも見られたんですけども、まあその中でやっぱ3本のホームランですよね。まあバンテリンドームという非常にやっぱホームランも出にくい、点数も取りにくい球場という中で、まあ一発で仕留めるというかね、佐野選手、峯井選手、さらにはね、海老名選手のホームランが飛び出して、3本でね、4得点、5得点を取ったという内容がありましたので、やっぱすごいね、特にさっぱ佐野選手ですよね。やっぱ頼りになるというか、ここのやっぱ1本、今牧選手を変えてる状態で、かなり3番という打順でね、重圧かかるところも大きいかなとは思うんですけども、しっかりと本当にワンチャンスをものにするようなバッティングというものもしてくれていますので、さすがのバッティングだなっていうふうにはね、今日の試合見て改めて思いました。海老名選手ね、ヒット出ていますけどもね、長打なかなか出ないので、ちょっと寂しい部分もあるなというふうには思っていたんですけども、今日はね、広いバンテリンドームの中一本で、ね、飛び出しましたし、そこは良かったのかなというところと、4番に代わりに入っている外選手もね、かなりね、いい活躍していますので、牧選手ね、戻るまではみんなでね、打線というものをカバーね、していってほしいなというふうにはね、思いました。まあ本当に今、打線はね、ワンチャンスを本当にものにするというか、やっぱり改めてその野球というね、ベイスターズの、やっぱ野球の特徴としましては、大味な野球というかね、なかなかバントとかね、小技をしても点が取れない中、ホームランでやっぱ仕留めるというところ、やっぱ非常にやっぱ今までの、まあ、伝統の野球というかね、多いところがありますので、まあ久しぶりにね、そういうね、野球を見ることができたなっていうふうにはね、バンテリンドームなんですけども、思いました。まあ途中出場の選手はですね、ちょっとやっぱり亀里選手元気ないですよね。まあ今日もね、浅い三振というところもありましたし、まあ田中俊太選手ね、ファーストで守備は戻りましたけども、ちょっとどうゴールかなと思える感じの守備というものもありましたし、他にはですね、まあ関根選手がね、バントするという場面もありましたので、なんとも言えないなというふうには思いました。ピッチャーのところなんですけども、やっぱ抜きさん安定してますよね。今日7回にちょっと捕まってしまいましたけどね、6.2 回なりで、まあ2失点というところできっちりね、QS 攻撃スタートというところで、なりで食ってくれますし、まあ100球ね、前後のところはやっぱちょっと怪しくなってくるというところもあるんですけども、今日はね、本当に7回までは、いい当たりすらなくね、ラッキーヒットのみでの、出塁という感じになっていましたので、さすがの本当に公務員投法というものをしてくれてる、簡単にね、本当にね、試合を作るなっていう感じの印象を見受けられました。まあその後はちょっと勝ち系統ね、ドタバタというかね、まあ SS クバー選手もまたいでね、まあ結局伊勢選手が火消しをするという場面もありましたし、まあ山崎選手もね、最後ね、4点リードという場面でちょっと投げにくいところもありましたけども、ちょっとドタバタというところで、やっぱ伊勢選手よく抑えてくれたなというふうには思いました。最後にね、メントスカト選手を決めましょう。最後のね、メントスカト選手なんですよね。本日しっかりとね、8回でね、火消しというものをしてくれました。伊勢選手に会いていきたいなというふうには思っております。メントスカトの方ね、おめでとうございます。はい、今日はね、こんな感じでね、終わっていきたいなというふうには思います。明日ね、お休みというところなんですけども、金曜日からの甲子園しっかり勝って貯金というものを作っていきましょう。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さら、バイバイ。
青木選手の闘志果敢に突き進め、浜の空に声がけ、進め車輪ロード、かっ飛ばせていた。